ソンエジン多忙な撮影スケジュールの中、ヒョンビンとの第2子妊娠。親愛なる視聴者の皆さん、こんにちは。YouTube チャンネルを代表して、継続的にサポートしてくださっている皆様に温かいご挨拶を送ります。あなたの愛と励ましが私たちを前進させ、あなたのお気に入りのスターに関する最も魅力的で面白く、時には陽気な推測に満ちたコンテンツをお届けすることを約束します。いつものように。 ユーモアと慎重さ、思って全てを受け止めることを思い出しながら、今日のホットなトピックに飛び込んでみましょう。まる、最近、ヒョンビンの最愛の女優であり、妻である、ソン・イェジン、が第2子を妊娠していると、主張するニューシックスの報道に、芸能界は動揺しました。カンタフ、報道によると、1982年生まれでその穏やかな態度が人気の。ヒョンビンさんは、出生前診断のため、ソン・イェジンさんに付き添って参加病院へ行ったという。 ファンは、この象徴的な、カップルがさらに家族を増やすことを想像して興奮しました。報告書は続けて、病院でのヒョンビンさんの優しい看護について述べ、訪問中、ヒョンビンさんは妻、に対して比類のない献身的な態度を示したと述べた。マさらに、孫悦人が医師の診察を受けている間、息子を溺愛する父親が、機械を利用して長男に牛乳、を飲ませたと。 も主張した、このような家庭的で愛情深い役を演じたヒョンビンの姿は、人々の心を溶かし、ソーシャルメディアプラットフォーム全体で広範な興奮を引き起こしました。ま、るしかし、これらの主張に添付された。写真を詳しく見ると、別の話が明らかになりました。NewSix が証拠として使用したとされるスナップショットは、不適切に編集されていたことが判明した。不器用なデジタル操作の痕跡は、 明らかで、さらに詳しく調べてみると、画像の一つは、今年の3月にすでに物議を醸していた。広く出回った古い写真、であることが判明しました。当時、メディアは、この画像がヒョンビンのものではないことを明らかにするために介入していた。ソンエジ人の第2子妊娠に関する、公式発表や確認が、韓国メディアや夫妻の代理人からなされて、ないことも会議に拍車をかけている。 丸その結果、ニューシックスの最近の報道は、よく言えば、憶測であり、悪く言えば、完全に捏造されていると結論付けるのが安全です。ソンエジ人とヒョンビンが、第二子を迎えるという考えは間違いなく、心温まるものだが、ファンは、信頼できる情報源を通じてそのようなニュースを確認するよう注意を喚起される。いずれにせよ、この物語は、ファンがカップル。 と,おとぎ話のようなロマンスに対して抱いている信じられないほどの愛情を反映しています舞台裏の愛あるサポートソン・イエジンとヒョンビンの美しい物語愛の不時着でスクリーン上の愛称で初めて心をつかんだカップルソン・イエジンとヒョンビンのラブストーリーは世界中のファンを魅了し続けています最近ソン・イエジンは新しいプロジェクトの撮影現場でフードトラックの横にいる心温まる写真を公開しフォロワーを喜ばせた まるこのジェスチャー自体には意味があったが陰謀はハッピーデーという無害なフレーズを載せたトラックの標識にあったこの微妙な追加は送信者の身元を巧みに隠しファンの間で好奇心を呼び起こしオンラインでの議論の渦を巻き起こしました丸、ま、投稿からわずか48時間以内にインターネットの集団的調査活動により真実が明らかになったその資料深い行動は 他でもない孫ジ人の献身的な夫で、あるヒョンビンによるもので、もうすぐ2歳になる息子、の少しの助けもあった。まる、この最愛のカップルのファンにとって、この掲示は感動的であり、重大なものでした。夫婦として一緒に生活を、始めて以来、ヒョンビンがソン、イエジ人のプロとしての努力への支持を、こうに示したのはこれが初めてだった。まる、ソンイエジ人とヒョンビンの旅、共演者から人生のパートナーになることは、 現代のおとぎ話に他なりません。2022年3月に盛大な結婚式を挙げた後、同年後半には夫婦に第一子が誕生した。まる、それ以来、孫家人は、忙しい女優としてのキャリアから、一歩離れ、母親業と家族の形成に集中している。過去2年間、彼女は息子と夫に専念し、溺愛する母親と協力的な妻、の役割を体現してきました。彼女の演技活動の休止により、滅多に、 公の場に姿を現すことはさらに特別なものとなった。ブランドイベントを華やかに飾ったり、写真撮影で輝かせたりするソンエジ人は、家族生活を優先しながらもファンの心に残り続けている。この文脈において、ヒョンビンが映画撮影現場にフードトラックを送るという最近の行動は、さらに意味深いものとなる。これは単なる支援の表明ではなく、成長する家族の中心であった。妻に対する。 彼の揺るぎない愛と感謝の気持ちを思い出させるものでもあります、まる、この瞬間が長年のファンにとって特に懐かしいのは彼らのデート時代との類似点です。当時、ヒョンビンはソンエジンの撮影現場にフードトラックをよく送り、夫婦の最愛のペットであるキティという名前でサインをしていた。この最新の支援行為は大切にされてきた伝統の継続のように感じられ、時間の経過とともに、 彼らの絆が深まるばかりであることを示しています。まるフードトラック事件は単なる愛の現れではありません。これは、孫・ゲジンが再び演技の世界に入るのをヒョンビンが静かだが奥深くサポートする方法を象徴している。トラックの看板に、にハッピーデート刻むという選択は、公的生活とプライバシーを尊重するレベルのバランスを取りたいというカップルの願望を物語っています。 まるそれでも、送信者の身元を明らかにしたファンは興奮を抑えることができず、ソーシャルメディアはすぐに、カップルの普及のラブストーリーに対する称賛でにぎわった、この支援行為は彼らの旅の文脈で見るとさらに大きな意味を持ちます。ソンエジ人の現在のプロジェクトは彼女が母親になってから初めてのプロジェクトであり、彼女のキャリアと私生活において極めて重要な瞬間を記念するものである。 ヒョンビンのジェスチャーは、スケジュールがどんなに忙しくても、お互いへの愛とサポートは、揺るぎないという明確なメッセージを伝えています。孫エジンとヒョンビンの、関係の年表は、ファンにとって喜びとインスピレーションの源となっています。まる、愛の不時着での象徴的な組み合わせの後、2人は、2022年3月に世界中の注目を集めた式典で、正式に結婚した、まる、 わずか数ヶ月後、ソン・エジンは妊娠を発表し、この瞬間が二人の物語にさらなる興奮をもたらした。まる、年末までに、夫婦は息子を迎え、誇り高き親として、そしてパートナーとしての役割を固めた。まる、過去2年間は、両者にとって成長と移行の時期でした。まる、エジンが母性を受け入れた一方、ヒョンビンは職業上の、責任と夫、父親としての役割のバランスを取った。 相互尊重と静かな献身に満ちた彼らのラブストーリーは彼らの絆の強さの証となっています。まる、12月が近づくにつれ、ファンたちは孫ジンとヒョンビンの息子の2歳の誕生日を心待ちにしている、おそらくまれな公開写真や率直な瞬間で家族が一緒にいるところを見られると思うと誰もが興奮してしまいます。まる、多くの人にとってこのカップルは。 キャリアの維持とプライベートの大切さの間の理想的なバランスを体現しており、エンターテインメント業界では容易に達成できない偉業です。まる、このマイルストーンは彼らが結婚式の日からどれだけ進んできたかを強調するものでもあります。彼らの関係の初期の頃から、ペットの名前で署名した、フードトラックのような控えめな愛の行為によって特徴づけられ、親としての現在の生活に至るまで、彼らの旅路は成長。 共有の喜び、そして揺るぎないサポート、の一つでした。孫悦人とヒョンビンの物語をこれほど魅力的なものにしているのは彼らが、スターである、にもかかわらず、その共感性があるからである。ヒョンビンの、資料深いフードトラックであれ、孫悦人の、家族への献身であれ彼らの愛の行為は、彼らの中に信頼、サポート、パートナーシップの価値を見いだす。ファンの共感を呼んでいます。マル 孫悠人は彼女のキャリアの新たな賞に乗り出すにあたり。天、彼女を大切にしてくれる夫と最大の喜びを代表する家族。の支援を受けてそれを行っています。まる、ファンにとって、これは祝う価値のある物語です。まる、華やかさや魅力だけでなく、本物の愛と、献身的な輝きが伝わってきます。このフードトラックには、ハッピーデーというシンプルな文字。が刻まれているかもしれないが、ファンにとっては孫。 ゲジンとヒョンビンがお互いと世界に共有し続ける幸せと愛を象徴している。マル、アット・ゼット・ゼット・ウィー・アンダーバー・ブスタオでは常にユーモアのセンスと関係するスターへの敬意を持ちながらこれらの興味深いストーリーに飛び込むのが大好きです。マル、真実かどうかはともかくヒョンビンとソン・エジンは依然として韓国エンターテインメント業界で最も称賛されるカップルの一人であり、 彼らのラブ、ストーリーで世界中のファンを感動させている。いつもお付き合いいただきありがとうございます。もっと楽しくて魅力的なコンテンツを入手するには、お、いいね共有、購読することを忘れないでください。まる、皆さんも輝き続けてください。